ほら、すごいぞ。Gならこれを解読できるはずだ。フォースは共にある。乗れ。行くぞ。
やあ、スクバ。どこか違うだろ。すまん、いつもと同じに見えるが。わしの服だ、小僧。油でベトベトだ。おいぼれスクーバ、舵取りを間違えたか。自分をバタージャムにするつもりかと聞くところだ。少しはそう考えてたかもしれないな。いや、教えてやる。ヒレのクレイフィッシュは獰猛な戦士だ。爪がわしの唇の突起より鋭いだけでなく、午後に水浴びするシェバペットのようにツルツルだからだ。ではどうやって滑るのと戦うか。自分が滑りやすくなればいい。今度から忘れないようにするよ。まだ始まったばかりだ。もし時間があれば話を続けよう。そこでわしはガラカス海溝でワンエックの森がわしの胸を貫き、目から光が消えていった。船長は歯の間からヒゲをむき出しにし、恐ろしい笑みを浮かべた。その時突然ウナギが渦を巻くのが見えた。わしの気が散っている間に逃げ出したんだ。その時悟った。ウナギの求愛歌が最後の望みかもしれない。だから最後の力を振り絞って鳴き声を真似した。何があった？それからどうしたか、ウナギが電気の炎に包まれた。おぞましい乗組員たちはチリジリになり、ワンエックはあの忌々しいワンエック船長がクエルフィッシュのように焼かれていた。ウナギがやつを深海に叩き込んだ時、わしは耳から意識が飛び出すのを感じた。闇が降り注いだ。目が覚めたら次に会った時は完結編だ。遠乗りだ。魚釣りには危険な場所だ。いや、危険な魚が釣れる。いた。なあ。ああ、あれは釣り糸を逃れたが、皮肉は弱い餌だ。それに獲物である恐るべきカニのために集中力を高めてきた。昔クラップネル号の乗組員の一人が海の泡からカニを取ろうとした時、突然ドボン、船から手に落した。
どこまで話したっけ。缶詰のクエルフィッシュみたいに海に落ちたんだ。カニに鼻を引っ張られたんだ。時には先制攻撃も必要だろう。本当にそう信じてるか。マナンの荒波の上では柔軟なコンパスは役に立たないかもしれない。しかしそれは魂の海を容易に受け入れられないか。次の話を聞かせてやるから、ちょっと待て。ワンエックとの最後の戦いから目覚めたのはスクーナー漁船の甲板上だった。どうやら森でついた死骸が水面に浮いて地元の漁師に捕まったようだ。ウェット船長は生きてたのか。もしあの焼けたスライム野郎がまだ銀河を騒がせていても、わしは奴や乗組員の噂は聞いてないな。それよりも大事なのは、この件でわしは森で魚も人も刺したくないという真実に目覚めたことだ。わしは恐ろしい船長と森を交える気も、危険な魚を串刺しにする気もなかった。いろいろやってるうちに、その自分を見失ったんだ。わしを捕まえた漁師は近くの魚がたくさんいる世界を知っていた。工房だ。それで工房に行った。それ以来なぜ魚が好きか悟った。それは魚が好きだからさ、カル。光り輝くのも大きいのも小さいのも好きだ。目を大きく見開いた魚も、目をまっすぐ見開いた魚もな。全然目がない魚だっていい。この銀河系にはたくさんの種類の魚がいると、人が知った時の間抜け面を見るのが好きなんだ。はあ、これがわしの物語だ、カル。わしが思うほど悲劇的じゃないかな。大変な目にあったな。無事でよかった。おう、ありがとうな。ありがとう、スクーバ。いろいろ考えたくなったよ。そうだ、小僧、よく考えろ。でも川で何年も思い悩むことはない。いつもいつも他にも魚がいるんだ。あの空にいる金属のサメのせいで頭のてっぺんからつま先までうずいて仕方ない。俺もスターデストロイヤーは好きじゃない。魚が赤く強くなるには日光が必要なことを知らないのか。野生動物保護は帝国軍の優先事項じゃないと思うが。ああ、わしがすぐに奴らの優先リストに乗るさ。落ち着け、スクーバ。よしよし、今は逃がしてやろう。席が空いてるぞ。さて若者よ、我々はやり遂げた。水槽は最高の魚でいっぱいだ。どこまでも語り継がれる物語。無垢な少年の目は広い銀河へと開かれた。
そんなところだ。次は何をするんだ。自分自身に問いかけていた。わしの悪名高い歴史を振り返ってみると、何かに内臓を噛まれているようだ。ワニックウィットは本当は死んでいないかも、という暗い考えがサカビタールとわしの安寧のためにも知らなければ、明日かもしれない、明日から1年後かもしれない。しかし最後にもう一度恐ろしい宿敵を追いかけなければ。わかった。もし何か必要であれば。ああ坊主、わかってる。それでリオサでの音楽の自作からプロデューサー業に。大まかな曲をいくつか作ったんだ。友達にあげたりしてたら噂が広まった。出演を始めてフルタイムでできるくらいになった。そのうち影響力のある人が通りすがりに聞いてくれた。マックスレボと働いた人たちだったから本物だ。マックスレボ、それはマジだな。だろ、コアで演奏させてくれると言われて。コアってシャンドリラかと思ったらコルサントだって。だから出かけたのさ。オーカル、話はまた今度な。アイディアで頭がいっぱいなんだ。また後でな。ちょっとグリーズタイムが欲しい。ヤーカル、話は後でな。リオジ、文句教えてくれ。ツケを払ってない奴はいるか。パーグラのツケはかなり多いですね。数万クレジットは言ってると思います。それは冗談だよな。